ドローインができないとお腹は引っ込ませれません。はい、皆さんこんにちは、タートルです。いや、今回ねレベル2の2になります。まあ、前回ね2フォールアウトというね、ドローインの紹介したんですけども、まあ、今回はですね、まあ、ちょっと似てます。前回ができた方はね、まあ、うまくできるかなとは思いますけども、やはりお腹を引っ込めること、腰をつけとくこと、両方意識できてないとドローインにはなりませんので、それを意識してまたやっていきましょう。はい、前回同様、2フォールアウトはですね、膝を曲げた状態で腰をつけて、お腹を引っ込めて、両足ゆっくり広げても、お腹と腰がキープされている。っていう練習でした。今度はですね、足を片方ずつ動かしていきます。寝っ転がって、まずお腹引っ込めて腰をつける。お腹をしっかり引っ込めたまま、片方だけ動かして、片方だけ戻すと。この時にですね、足を広げた時点で、片方の腰がね、浮きたがります。その浮きたがる腰をちゃんと沈めてください。これをですね、お腹引っ込める、腰つける、反対側もゆっくり、左側の腰が上がってこないようにお腹を引っ込めたまま動かして戻していく。反対もゆっくりお腹を引っ込めたのをキープ。腰が浮かないようにおへそを真上よりもこっちにおへそを向ける意識です。でゆっくり戻していくという意識です。お疲れです。今回ね短かったです。2フォールアウトのシングルになります。まあ、2フォールアウトがね、前回レベル2の1ができた方は、まあ、今回はねだいぶできるんじゃないのかなとは思いますが、まあ、まだねレベル3とか待ってますんで、まあ、徐々にねドローインする意識ができてくるとですね、これができてレベル3まで終わってですね、普通にプランクとかやった時には数倍ねお腹を引っ込める意識ができますんで、それをね楽しみに最後まで頑張ってもらえたらと思います。頑張った方はグッドボタンやコメントお待ちしております。皆さん今日もご視聴ありがとうございました。Thank you.